今回は以前メロ&ミルクチャンネルで投稿させていただいた犬が反応する音源をメロとミルクに試していきたいと思います。概要欄にリンクを貼っておくので試してみたい方はそちらからチャレンジしてみてくださいね。犬以外のペットでも反応した方がいるみたいなので試してみてくださいね。苦手な音があるかもしれないので音量に注意してくださいね。それでは早速やってみよう。
チャンネル登録からの高評価もね。